昨日10月4日で岸田内閣は丸1年になりましたね。この動画の高評価、コメント、チャンネル登録をしていただきますととても励みになります。当初ですね、どんな内閣になるのか極めてよく私はあまり想像もできなかったんですが、とにかく支持率だけは高かったですよね。だんだん上がっていって、普通内閣ってできた時が一番高くて、普通は少しずつ落ちていくもんなんですけれども、岸田さんの場合は支持率が上がっていって、途中でもう 65% とか、場合によっては 70% 近い支持率をまあ取ったりもしていましたので、何もしないから支持率が高いだとか、まあ揶揄されながらからも極めて高い支持率をまあ維持してまいりました。で、一番最初のですね、衆議院議員選挙では大方のマスコミの予想は全く外れて、自民党の圧勝に終わり、まあ、立憲民主党のですねボロ負け、そしてまあ維新の会と国民民主党の躍進という形で最初の衆議院選挙が終わりましたよね。先だっての参議院議員選挙も、これも結果としてまあ自民党が安定多数を得て順風満帆に見えたんですが、この参議院選挙の最終盤の7月8日に安倍さんが凶弾に倒れるという、思ってもみなかった大事件が起きましたね。私は岸田さんがこれからの政権運営どうやって乗り越えていくのか非常に興味があるんですけれども、これをですね、乗り越えて岸田さんがある程度の長期政権ができるのか、それともですね、厳しい状況になっていくのか、まあ来年の広島のサミットの後にもう花道を飾って、まあレームダック的になってしまうのか、もうこれはもう全て岸田さんの意思、岸田さんがどれくらいの真剣な思いでですね、これからやっていくのかどうかにかかってると思います。岸田さんのそもそも支持率が高かった一番の理由はね、安倍さんがいたからだと、実は私は思っています。理由ははっきりしていましてね、結局自民党を支持する中でも、いわゆる保守本流といいますか、いわゆる保守の人たちっていうのは安倍さんに対する思いが非常に強いわけですよね。で、安倍さんでないと日本は持っていけないっていうふうに考えていた人たちがものすごく多かった。で、そこでまあ安倍さんの病気が治ればですね、その後岸田さんの後はまた安倍さんの3回目の登板だってあり得ると、これはまあ誠しやかにみんな思っていたわけですよね。しかしながら安倍さんはもちろんそんなことは考えていないと、まあ、常に言っていて、で結果として菅さんが退陣した後は安倍さんではなくて高市さんを応援して、まあ、岸田さんと高市さん、そして河野さん、そういった形のですね、まあ、戦いになって、まあ、最終的には河野さんと岸田さんの決選投票になって、安倍さんが最終的に支持した岸田さんがまあ総理大臣になったわけですよね。動画の途中で失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。とにかく岸田内閣っていうのは安倍さんというまあ一つの大きな存在があるからこそですね、安倍さんに相談して安倍さんとの間をうまくやれば岸田さんはですね、保守層を取り込めてこれたということなんですよね。で、一方でマスコミは、いわゆるリベラルの左寄りのマスコミや野党は、安倍さんにさえ復帰してもらえなければ岸田さんを叩きすぎて安倍さんに復帰されたんじゃかなわないんで、とにかく岸田内閣はまあ叩かない。それから読売新聞はまあバカみたいな話ですけど、渡辺恒夫さんが岸田さんを応援してるってことでですね、読売新聞は全く岸田内閣を批判はしない、まあこういう形でずっと来て、その結果ですね、コロナも収まりつつある中で岸田内閣の支持率は非常に高かったわけですよね。しかしその保守の星であるですね、安倍さんが亡くなったことで、岸田さんは保守層を取り込むためにも、そうでない人たちを取り込むためにも、もうとにかく安倍さんが全然頼れなくなったわけですよね。そういう中で岸田さんは一人で全て決めていかなきゃいけない。でもそこの中にですね、安倍内閣の時のような官房長官の菅さんであったりとかですね、そういった素晴らしいグレーンが今の岸田内閣にはいないんですよね。残念ながら松野官房長官は何を考えてらっしゃるかさっぱりわからないし、木原さんは優秀とは言われているけれども、
もう個人のスキャンダルもすごいしですね、あんまりまともとは思えない、ちぐはぐなことばっかりやっている。結局心底きちんと岸田さんを支えてくれる人が周りにいないんですよね。まあ安倍さんの国葬を、まあ、決めたまではいいと思います。しかしですね、やっぱり安倍さんが良くも悪くも、やっぱりリベラル層からは安倍さんっていうのはですね、ものすごくやっぱり敵のように思われている人なんだから、この人の国葬をするにあたってはですね、難癖つけてくるに決まってるんだから、内閣府設置法で法的に問題なくてもちゃんと国対委員長同士の話し合いをやったりして、きちんと国会の根回しをして野党をですね黙らせればよかったわけですよね。実際安倍さんが亡くなってすぐは、これは国民も全部野党も含めてリベラルの人だってですよ、安倍さんに対するですね追悼の気持ちをみんな持ってたわけだから、その時に上手にですねきちんと国葬の根回しをして国葬を決めればよかったわけですが、決めるのがまあ早かったし、全く相談なしでやってしまった。法的には問題なくてもね、やってしまった。詰め方が下手くそだった。そして国葬の時期が80日も後になっちゃった。それからこの旧統一教会の問題だってですよ、旧統一教会がまともだとは私も思いませんけれど、とはいえ信教の自由が認められて政教分離が憲法で保障されている日本において、一つの宗教を弾圧するってことは政府がですねこれできないわけですから、そのきちんとした決まり事を堂々と述べて野党が批判するにしてもですね、筋を通してその批判に応え、そして自民党の中のその関係性も自民党だけでなくて野党も含めて全部一緒に出しましょうと、そして問題点を把握しましょうというようなことで、慌ててやるんではなくて落ち着いた対応をやってればね、まあよかったと思うんですが、もうそれもできなかった。で今こんな体たらくになっている。ただしですね、大きな国政選挙はまだしばらくないですよね。3年近くない。で自民党の総裁選までまだ2年ある。ですからもしですね、岸田さんが本当に支持率を回復して長期政権をやっていこうとするんであれば、これからはですね本当に自分の頭で考えて、そしてですよ、誰の目から見てもふさわしくない大臣がいますよね。こういう人たちをきちんとですね人事を行ってですね、誰もが納得するそういう政権運営をやっていく。そしてブレーンの中にですね、本当の意味で岸田さんを支えていく人をきちんと作ってですねやっていくということが必要になると思います。まあ野党が随分今攻めているように一見見えますが、立憲の支持率なんか増えてるどころかちょっと減ってるぐらいですね。岸田内閣の支持率は落ちていても自民党の支持率は落ちてないっていうところに、実は8割以上の国民が野党に全く期待していないというところからも現れている。ここから岸田さんが浮上していけるかどうか、岸田さん自身の決断にかかってる。とにかく今度の国会でまずはですね、エネルギー対策、そして経済安全保障も含めた国防の問題、北朝鮮がまたいつ撃ってくるかわからない、そしてインフレ対策、この3つをですねきちんとした形で岸田さんがリーダーシップを取って国会運営をですね野党とともにやっていけるかどうか、あ、岸田さん頼りになるなと思えるかどうか、ここにかかってると思います。岸田さんが昨年の8月に見せたような開き直ってですね、二階さんを切って、とにかく自分は総裁になって日本を引っ張っていくんだと、あの岸田さんが立候補した時のあの熱量ですね、あれを岸田さんにもう一回それをできるかどうか、まあ、ここにかかってますね。